はいどうも皆さんこんばんは、吉村です。はい、今回はポケモンリーグ登っていくわけなんですけど、試合のルールをね、今更ながらちょっと変えようかなと。今までずっと入れ替えでやってきたんだよ。で、この入れ替えっていうのは、例えば俺が松房のバクーダ倒します。で、そうすると次は相手はゴルバットを出してきますってこう表示出るじゃん。で、それ表示が出るとこっちもゴルバットが出てくるけど、なんか変えられるじゃん。どうしますかって、ポケモン変えますかみたいなの出るじゃん。だから相手のタイプに合わせて入れ替わる瞬間にこっちも出せるんだよ。で、これゆとり、これゆとりなので、こっちの勝ち抜き、これはもう倒しても俺こっちが入れ替える暇ない。相手が召喚してから入れ替えなきゃいけない。まあ言ってることなんだかよくわかんないと思うけど、すぐに実証することになるんで、まあとりあえず勝ち抜きにしてやっていきましょう。最初誰だっけ。うわ、扉の閉まる音がした。てかすごい、何これ、全然違うじゃん。どこえ、何、おお、すげえ演出凝ってるな。これ砂漠かな。あれ、砂タイプだったっけ最初。なんか悪タイプだった記憶あんだけど、なんかダーティングとかじゃなかったっけ。あ、これ悪だわ、悪だよね。あ、ちゃんと固定のムービーもあるんだね。これ髪型やべえな、このハゲ。四天王の花月。この BGM 懐かしい。いいぞ、いい感じだぞ。変態っぽいな、なんか。俺らとお前らとでポケモンリーグでしかできない戦いを楽しむとしようぜ。すごい、なんだろう、都会のヤンキー、都会のヤンキーって感じするね。うわ、かっこよい演出、やばい、これやばいな。うわ、すげえ顔やばいなこれこれキャラこ、あ、やっぱり悪タイプだ。うわ、BGM たまらねえな、これ最高だぜマジで。あ、やべ、最初不審者にしちゃったな。悪タイプ効果抜群なんで早速だけどこれ変えなきゃダメか。いや待て、グラエナは多分ね、物理だね、噛み砕くとかやってくるイメージあるんで、鬼火威張るか。まずは相手の物理のダメージをね半減する。鬼火は、鬼火じゃなくて火傷状態はね、相手の物理のダメージを半減することができるんで、オッケー、ナイス、よくやった、さすが不審者。伊達に毎日夜徘徊してない。オッケー、いいね。そしたらもうちょっと不審者は下げよう。グライナってことは悪タイプに効果はつくなるって格闘タイプしかないのか。フェアリーとかどうなんだろうね。俺フェアリーよくわかんないからさ、コメントでね親切な人が書いてくれてるんだけど、ちょっと覚えられない、ごめんなさい。とりあえずアルマジロに頑張ってもらおうか。レベル上げもしたいしね、アルマジロのここでレベル上げていく。さあ原始回帰、まあ、アルマジロはレベル低いけどステータスが元々高いんで、どっこいどっこいにはなってるはず。いや、むしろ高いね普通に。終わりの大地、噛み砕くか。やっぱりただ物理はもうダメージ低くなってるし、グラードンの防御、防御が下がった。これワンパンしたいね。これはね、断崖の剣いっちゃう。いけ、オッケー、これ命中率85しかないから当たんないかどうか不安なんだけど、オッケー、いいね、やっぱ強いわ、強い、レベルが低くても強い。サメ肌、あ、こんな感じ、こんな感じで、あそこで通常ならこっちも入れ替えますかみたいなの出るんだけど、勝ち抜きにすると入れ替えない。これがね本来のレート戦とかの仕様なので、まあ、ゆとり仕様よ、リトリアペペイアクアジェット、そう、終わりの大地の特性、終わりの大地だっけ、終わりの日差しだっけ、なんかそういう特性あるじゃん、この原始回帰のグラード。これはね、水タイプを使えなくするっていう鬼畜なね、特性なので、やっぱ相手も知らないんだろうね。四天王とあろうとも、やっぱり、これなんか喋りすぎじゃね、うるさくね、すまん、うるさくね。はい、わざわざ草タイプを出してくる。猫魂、うわ、出たー、懐かしい猫魂。もうね、あれだよね、もうルビサファ、つか素早さ早いな。あー、急所に当たる。ここら辺でグラードンじゃなくてアルマジロも引っ込めたいな。元気をかけるあんま持ってないんで、アブソルか、アブソル。いや、もうこのままやっちゃう、なんかめんどくせえな変えんの。尺もあるしな、尺もあるから。はい、
はい、さようなら。これやばい、グラードンちょっと強すぎないこれ。これつか断崖の剣がね125ダメージなんで、まあ、伊達にね、あの命中率低いだけじゃないよね。ノクタス、ノクタスか。こいつ草タイプだ。あ、草タイプってことはごめん、解放者じゃん。でもいろいろ相性抜群だったな。はい、ごめんねノクタス。お前も不審者って名前つけてもいいぐらいの不審者っぷりあるよね。レベル50なんか覚えるな。原種の力だっけ。あ、これ伸びやばいな。ステータスのビルドアップか。ビルドアップはいらねえな。ビルドアップはいらねえ。あ、勝っちゃったよ。やばい、グラードンちょっと強すぎんだこれ。8320円。負けた俺から一言、お前ならもっと先に滑るぜ。当たり前だろ、お前に勝ったんだから、これ先に滑って当然だからね。俺それとも何、次のあの四天王、もう一人の次の四天王の一言、あらら、次の四天王の一言ディスってんのかな。もっとお前は次に行けるぜって、もうあんなやつ呼び出せみたいな。ちょっと喋りすぎ、うるさい。さあ行きましょう。あ、これゴーストだね多分。エスパーか、エスパーかゴーストってことは、うわ怖い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 、すげえなこれ。ここの建物を建築した人を尊敬するよね。めっちゃ経費使ってるだろこれ。うわ揺れてる揺れてる。ちょっとどうでもいいか。それはどうでもいいか。はい来たね。あ、こんな、え、なんかババアだったイメージあるけど、なんか可愛い子ちゃんがいるよ。ちょっと待って、あ、ゴーストってことは、じゃあ不審者リエンシャシャドーボール連発しようぜ。あ、不要、あれ待って、不要ってババアじゃなかった。なんか可愛い子ちゃんになってるよ。え、ババアだったよね不要って絶対。なめっちゃ揺れてるし、めっちゃ揺れてる。なんでそんな腰振ってんの。なやっぱなんかあるんでしょうね。送り火山で修行してたんだ。へぇー。だそのヘアピン、これすごいね。鼻の、え、この子坊主じゃないな。あ、めっちゃ髪ボーイッシュなんだけど、このヘアピンに、ヘアピンじゃねえよな、これ。これはなんだ、あれだ。あれ。はい、もういいですね。もう関係ない話はやめましょう。話が長くなってまう。あ、いい笑顔ですね。すごい、笑顔で近づいてくる、顔面が。やばい、めっちゃかっこいいこれ。今のカットインめっちゃかっこいい。おお、すごい、なんか絵綺麗になったの急に。サマヨール、うわかぶってる。うわー、サマヨールの名前はかぶってくるに変えてくるべきだったな。これミスったな。うわ、これ完全にこれもう負けだわ。これ負けたわ。ちょっとミスった、マジか。かぶってんじゃん。うわー、これはカイナシティでニックネーム変えてくるべきだった。ミスった、マジで。これもう一生の不覚だなこれ。俺の人生の汚点だわ。あ、やっぱワンパンできない。うわ、呪いだ。これやだな、呪いやだよね。はい、さようなら。すごい。もうあの特攻隊の鏡。痛い。あー、すごい。脳天にぶっ刺さっていく。闇ラミ。あ、ちっちゃい。ちっちゃくて可愛い。ちょっと呪い受けちゃってるんで、ちょっとポケモン変えましょうか。そしたら負け犬行こうか。うん、負け犬最近使ってないんで。ゴーストに効果抜群なら、ゴーストと悪か。悪タイプの技覚えてないしな。あれ、噛みつく覚えてたか。ただ噛みつくやるなら多分ね、普通に放電打った方が早い。行くぜ、久しぶりのメガ進化。はい、こんなに頭が長くなりました。威嚇は意味ないね。あいつ特殊だねこれきっと。放電一発いけるか。あー、タイルがイカ様ってなんだっけ。よー、ごっつ強いんだけど。噛みつく、回復の薬ね。まあ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 いいでしょう。素早さはね、負ける恐ろしく早いんで。あれあれ、ゴーストに悪って効果抜群じゃない。ちょっとミスったか。あれ、ゴーストに闇闇ゴースト、あれ闇闇ってゴーストと悪。あ、ゴースト、いや、ゴーストだけだよな、きっと。ってことは、ゴーストタイプに悪タイプは効果抜群じゃねえのか。ジュペッタ来たなぁ。これ、ちょっと待って、これ。これ変えよう。ちょっとこれ変えましょう。多分ワンパンできないんで。いや、行くか。行こう。頑張れ。お前ならいける。放電。行け。
あーやっぱ無理けど麻痺していく。これはあーダメだそう簡単にはいかなかったね。あーメガ進化で初めて負けたわ。初めてメガ進化で負けた。やっぱ勝ち抜き戦いいね。全然ゆとりじゃない。ここで不審者に戻していこうか。ここで回復の薬多分使ってくるかもしれないけど、多分2回使ってくるんだっけ。シャドーボールでねどんどん削っていっちゃえば来るね。いいね。ちょっと麻痺状態使われてる時にやられるとちょっとなんか嫌だね。シャドーボール。おお、いいいいダメージ出すな。いい、思ったよりダメージ出す。毒毒、うわまたいやらしい技使ってくるな。さよなら。弾より確かもう一匹持ってんだよねこいつ。まだね、毒毒は徐々にダメージ強くなってくるんで、今は大丈夫。ジュペッタ、あれ、ジュペッタ2体持ってんのか。あれ、レベル一緒じゃね。シャドーボール。恨み、うわー、シャドーボールの PP 減らすやつか、これ。4削った、でかい、でかいな、4って。まあ、サマヨールじゃなくて、不審者はね、うわ、ちょ、このジュペッタ、特防低いな、オッケー、オッケー、ナイス。不審者、レベル上がりやすいよね。やっぱ、防御と特防はズバ抜きて高いね。まだ大丈夫、まだ10ぐらいしか効かないんだろう。14ヨノワール、えっ、おーっとやばい。あ、これラストだ。これいけるか、いける、頑張れお前、自分の親分的存在を倒せ。すごいな、防御と特防とあんな高いのにこんだけ食らわしてくるか。タピオの手を煩わせちゃう。ちょっといや、タピオの手を煩わせるまでもない。飛行機行け。あ、ヨノワール久しぶりに見たけどかっこいいな。サイコキネシス、あれ、え、ゴーストにさ、エスパーって効果抜群だっけ。抜群だ、オッケーナイス。そうだ、悪にエスパー効かねえんだ。あれ、効果抜群じゃない、冷凍パンチ。やばい、このヨノワールできるぞ、このヨノワールできる。回復の薬使われるとめんどくさいんで、竜の息吹でちょっと HP 調整します。あー、これ使ってくるか、使ってくるなこれ絶対。やばい、思ったより四天王歯応えあるな。歯応えじゃねえ、手応えあるな。俺なんかこれ歯応えって言っちゃうんだよね。さようなら。回復の薬やっぱ2回しか使ってこないね。オッケー、そこそこ強かったね。ああ負けちゃった。いや全然悔しそうじゃないんだけど。あ、何、絆があるかどうかわからないだけでも負けちゃうんだね。ちょ、厳しいねこの世界。はい、ずいぶんあのフレンドリーなゴースト少女でしたね。ゴースト少女。あー、今度氷か。あ、ここがババアか。ちょっとここがババアだ。ちょっとババアババア、ちょっとかわいそうだけど。おお、どういう原理なんだろうね。首、おお、すごい凍り始めた。ちょ、とりあえずあれだね、元気のかけらとか使いますね。あー、ここがババアだ。四天王のプリム、すごい。これがキラキラネームか。痛いね、この年齢でプリムだって。ちょっと痛いね、これ。ここに挑戦に来るのはやわなトレーナーとポケモンばかり。さりげなく昔のトレーナーをディスっていく。あなたはどう？結構美人じゃん。本気を出しても大丈夫だと嬉しいのですが。これなんか腹立つね。あ、寝た寝たね、今一瞬寝た。多分徹夜明けだねこれ。うん、これやばい、マジこれゾクってきちゃう。これかっこよすぎて、このカットインやばい。四天王のプリム、なんかすごい結構美人だな、思ったより美人。鬼氷、ここはまあアルマシロ系でしょ。氷タイプは弱点多いんでね。さあ行くぜ。これ多分自信だけ打ってれば勝てるんじゃねえか疑惑。ちょっとね、アルマシロの独壇場になっちゃうと思うんだけど、多分自信連発してれば大丈夫だよね。もう鬼氷ごときならもう大地の終わり使うまでもないでしょ。大地の終わりじゃねえ、断崖の剣か。オッケー、はい、さようなら。
いいね、アルマジロもどんどんレベル上げたいな。まだ低いからね、レベル。ドロゼルがいきなり来たか。これもう切り札来た。2匹いるんだけど、なんかドロゼルがなんか顔可愛くないの。豚みたい。豚みたいっていうのもちょっと失礼だけど。ああ、耐えるか。残念、波乗り効かないんだわ。視点の知らないんだ。終わりの大地っていう特性知らないんだ。水タイプは全部無効化されちゃうんだよ。ごめんねー。55でソーラービームだっけ。早くソーラービーム覚えたいね。なんかチャンピオン倒した後にもね、あ、雪目の子、これが切り札か。これ絶対冬だろ。冬っぽいんで火炎放射。はい、さよなら。あ、これ切り札じゃないな。レベル52だもんね。え、またまたレベル52だ。はい、さよなら。ごめんね、なんか燃やされに来る雪目の子。あれ、これ最後もしかして。勝ち抜き早いな。守る。さあ、ここで無駄なあらがきをしていく。さよなら。あれ、効果はつくんじゃねえぞ。あれ、氷に地面って効果はつくんじゃないっけ。あれ、ちょっと待って。氷に効果抜群なのは、あ、氷に効果抜群なのは、炎、格闘、鋼だ。地面じゃねえ、間違いだ。地面と格闘がごっちゃになってたわ。これはグラドンゲーだったな、マジで。私の氷の技が通じるものじゃなかったのですね。すごい、もうあの、ポケモンとの絆が熱いと、もう氷技、あの、溶けちゃうから、もう全部。すごいね。さあ、次は名前覚えてるぞ。ゲンジでしょ、ゲンジ。確かゲンジだったはず。うわ、いいね。やっぱドラゴンタイプだよな。結局、神髄はそこだよね。ドラゴンタイプが、思考。おお。ちょ、これ硬直長いね。オッケー、行こう。これはね、タピオの出番。ここはね、タピオの出番ですよ。いや、焼き鳥の出番がまるでない。焼き鳥の出番がまるでない。いや、チャンピオン戦であるみたいなとこあるよね、やっぱり。来たぜ。ゲンジ。ゲンジ。ゲンジだな、ゲンジ。印象に残ってるわ、このおっちゃんは。ドラゴン使いのゲンジ。おお、すごいな。すごいなしか言えなかった。来た、このカットイン。ついに最後。かっこいいな、マジで。うわ、めっちゃかっけえ。やばい、超かっこいい。これ最高だな。いやー、ゲンジ来たね。ボーマンダ使いだよね。どうせならあのメガボーマンダ使ってほしいところなんだけど、四天王全員メガ進化持っててもメガストーン持っててもよかったよね。さあ、タピオはドラゴンタイプになるんで、育成ダブルチョップでいけるでしょう。どうだろう。はい、オッケーオッケー。やっぱダブルチョップ系だな、これ。ただ物理タイプなんで、ダブルチョップは多分ね、そこそこ耐えてくる敵出てくるな、これ。負け犬は雷を覚えたい。ここで、でもどうせなんで、あの、放電消しちゃおうか。放電命中率100なんだけどね。ちょっとなんかさっきの戦い見た感じだと火力不足な感じするから、雷でワンパンしてほしい。ヒングドラ、水ドラゴンか。当たらなかった、嘘でしょ。待った、バカ。あ、これ終わったわ。4倍だもん。あ、耐えていく、さすがタピオ。やっぱね、結局あの最後に頼りがいのあるポケモンってのはタピオだから、やっぱりそこ。オッケー。あとはね、メガタピオの素早さめっちゃ速いんで、誰も多分追いつけないはず。不審者もレベル55か。早いね。来たね、マンダ。ダブルチョップ。これ耐えられるかもしんない。うわ、勝てえ、やっぱ。タピオー！
うおすげえ、ドラゴンタイムかっこいいな。よし、ここでだから焼き鳥の出番だよ。ここで焼き鳥の出番ですよ。吹雪、あれやばい、吹雪覚えさせてたけど忘れさせちゃったんだ。それも暴風覚えさせたんだ。てか水タイプと飛行タイプしか覚えてないじゃん。これダメなやつだな。これ暴風がどのくらい相手にダメージ与えられるかだな。いつの間にかね、ちょっと暴風も覚えたんですよ実は。いけ、うお、すごい、うお、強い、暴風強い。雷の牙、嘘でしょ、4倍じゃん。さすが防御力が高いからね、焼き鳥は。さらにゴツゴツメントのダメージを与えていく。暴風当たらない。ちょ、嘘でしょ、待って、これダメだ。待って、さっき何言ってきたっけこいつ。あれ何してきた。雷の牙ってことは、雷は効果今一つだよね。雷の牙、飛来心、そうだ、飛来心で特攻が上がっていく。そしてさっき覚えた雷がここで活躍していく。これはすごい、これはいい展開。もう試し撃ちしに来たもんだかんね俺。フライゴン出た。フライゴンはかわいそうなポケモンなんだよね。不遇なんだよかなり。あ、地面か、地面ドラゴンか。負けぬー、地面ドラゴンだったわ。ちょっと待って、地面ドラゴンってことは水が効果抜群じゃねえか。待って、違う、水、ドラゴンに水は、あれドラゴンに水って、あれドラゴンに水って今一つだった気もするけど、ちょっと一旦行ってみようが。焼き鳥リベンジ、ハイドロポンプでどうだ。え、素早さ早すぎー。あー、焼き鳥も倒れていくとなると、じゃあ不審者にやらしてみる。ちょっとじゃあ不審者生かしてみようか。シャドーボールだね。地震だけど防御力が高いぞ不審者は。結構食らうな、結構食らうなこれだよね。こんなもんだよね、ちょっとやばいなこれ。これ超音波、オッケーオッケー、これで勝てる可能性出てきたよ。殴り合いだったら負けてたけど完全に。これで当てれば、当てる、オッケー、これワンチャンあるな、これワンチャンある。頑張れ不審者、この熱い展開を見せてくれ。まずこれ耐えるじゃん、これだって吸収に当たんなければ耐えるから、まずこれを耐える。そしてここでおバカ、これダメだ、これダメ、これダメ。じゃ元気のかけら全然ないんでね、すごい傷薬はいっぱいあるんだけど、ここで飛行機に任しましょう。あつか飛行機さ、そして冬、そういえば飛行機竜の息吹覚えてんじゃん。初めからこれでよくね、これ初めからこれでよかったよね。え、もう一匹フライゴンいんの？だけどもだっけと、さよなら。耐えるか？耐える！竜の波動！うおー、めっちゃかっこいいんだけど。あ、意外と強いけど、ラティオスはね、順で鉄でステータス高いんだよって使うんけい。もう竜の息吹系だね、あとは。あ、まひった。もう引っても意味ないけど、さよなら。これで終わりかな、もういないでしょ。オーケー、すごい、この年でこんな海賊のコスプレしてて恥ずかしくないのかな。まあ、中二病こじらしちゃったんでしょうね、もうこの年まで来たってことは。チャンピオン頑張っておるぞ。ということで今回はいいところなんですけど、ここで終わりにしましょう。あのね、あの椅子あるぞここ。おお、何これ、これ何これ。今回ここまでにしときましょう。やっぱね、30分過ぎちゃうとあれなんで、次回チャンピオン戦、いやついにだね。でなんかチャンピオン倒した後もなんかエピソードデルタっていうものがあるらしいんで、追加エピソード、昔なかったエピソードだから、すっげえそれも完全初見じゃん。
だから超楽しみですね。というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。